外から帰ってきて晩ご飯を食べ終わったところです。今日のロンドンは朝から寒くて冬っていう感じの気温でした。ダウンコートを着ても寒いって感じるぐらいだったので、気温が何度だったか調べてないんですけど、今日はいつもより寒い日でした。で、今日もバスで帰ってきたんですけど、その帰りのバスの一番前の席に犬が座っていて、結構驚きました。介助犬だったのかどうかそこまでは分かんなかったんですけど、飼い主の人が窓側に座ってて、通路側の方に犬が本当に礼儀正しく座っていて、その通路側の椅子の上にお座りをしている状態でおとなしく座ってて、乗客がバスが止まるたんびに入ってくるんですけど、一切吠えたりしないで、すごいおとなしく動き回ったりしないで、お座りのまんまずっとその席に座ってたのがすごく衝撃的でした。結構大きめの犬だったんですけど、お人形みたいにちゃんと座ってたので、すごいなって思ったのと、可愛いなって思いました。本題に入ります。郵便物が自宅から届いたので、そちらを一部ご紹介しようと思います。と、家族に頼んで荷物を送ってもらったんですけど、家で使っていた残り物を中心に送ってもらうように頼んでたので、重さの割にあんまり紹介できるものがないです。と、まずは使いかけのポストイットを送ってもらいました。あと、これはロールメモです。これが両面粘着になってて、ペタペタ貼っつけて使えるメモですね。とこのサイズの付箋も送ってもらいました。イギリスにももちろんポストイットは売ってるんですけど、家にたくさんあるのに買いたくないなって正直思ったので、いくつか送ってもらいました。こちらは洗顔の泡立てネットです。これも普通に自分でキャスターバッグに入れて持ってこれたんですけど、忘れてしまったのでこちらを送ってもらいました。食べ物なんですけど、味噌汁とスープ類を送ってもらいました。たまに味噌汁飲みたくなる時があるので、手軽に飲めるフリーズドライを送ってもらいました。あとはお茶を送ってもらいました。大井お茶のプレミアムティーバッグです。これじゃなくてもお茶のティーバッグはいろいろあると思うんですけど、このティーバッグの味が好きで日本にいる時から飲んでたので、こちらを送ってもらいました。普通のお茶のティーバッグより若干高めなんですけど、満足感のあるお茶なので、こちらをリクエストして送ってもらいました。あとはこちらはバスマットです。小さめのサイズで、日本にいる時は捨てようかなって思ってたぐらい使ってなかったものなんですけど、サイズ的にちょうどいいかなと思って、まあもし捨てることになってもいいかなと思ってこのバスマットを送ってもらいました。あとは手袋ですね。まああんまり街中で手袋してる人って見かけないんですけど、イギリスはちょっと思ったより寒かったので、最初いらないかなと思って持ってこなかったんですけど、一応手袋も送ってもらいました。あとは
まあお茶類ですね。使いかけのジャスミンティーと、これは新品未開封なんですけど、紅茶を送ってもらいました。紅茶大国なのに自宅から紅茶を送ってもらったんですけど、これ出国する手前で買っちゃったんですね。で、2年間も日本に置いとくのは嫌だなと思ったので送ってもらいました。あとはこちらはお友達にもらったクッキーです。これは缶の中に入ってたんですけど、缶から出して送ってくれました。あとは洋服類なので、これ以外にご紹介できるものがないので紹介は以上になります。今回は家族に郵便局の国際郵便を使って送ってもらいました。今回使ったのは EMS 国際スピード便というのを使って家族が荷物を送ってくれました。荷物の箱の外側に紙が添付されてるんですけど、その入ってる紙だけで5枚も入ってました。今回ですね、重さが約 8.8 キロだったんですけど、値段が 18,232円でした。 18,232円です。日本から荷物を送ってもらえるっていうのはすごくありがたいですね。本当に助かります。国際郵便で、しかも EMS っていう国際スピード便で送ってくれたので、かなり値段が高いですね。ありがたく使わせてもらおうと思います。では今日はここら辺で終了したいと思います。